オロチュとは、15世紀後半における、北原の部族長の一人。現在のオルドス地方によって、しばしば明朝へ進行した。漢文資料では、青いずる、荒いずる少子、ワツラいずる少子、小石と表記される。歴史書によっては、ダヤン・ハーンの外祖父ともされる。オロチュの名は、天マ順2年8月より現れ、当時モンゴリア最大の勢力であった、ハラチン部のボライとともに、 明朝の甘縮方面に進行している。また、2年後の天順4年には、ボライヤ東方の有力者モーリハイと共に再び、明朝の甘縮方面に進行し、民軍と勘下を交えている。天マネ5年及び7年には、オロチュは、大使と称したボライと、マルコルギスハーンによって、死者として明朝に派遣され、オロチュは、明朝に、ボライハイ下の大盗目として知られるに至った。 聖火元年、ボライ大使が、モーリハイによって殺されるとオロチュはその勢力を引き継ぎ、モーランハーンを擁立した、モーリハイに一時従った。聖火2年頃のモーリハイ、オロチュ、モーランハーンの連合勢力は8、9万機に達したと言う。しかし同年冬には早くも三社の連合はか解し、モーリハイオンは、オロチュが明朝に出兵している隙をついて、オロチュの本拠地を襲撃し、 抑制果3年までには、オルドス地方からオロチュの勢力を追い出してしまった。オロチュの追放と同時に、モーランハーンの侵略も果たした、モーリハイオンは、病町に死者を派遣して、通行を求めようとしたが、病町は、モーリハイが爆北に、オロチュ、オイラトブのウシュテムルといった強力な敵対勢力を抱えていることを把握しており、モーリハイの要求に応えなかった。果たして抑制下4年。 モーリハイは、ホルチン部のボルナイによって殺されたものの、ボルナイにもハーンを擁立するだけの実力がなく、以後モンゴルは、約10年間にわたって、ハーン空位時代を送ることとなった。モーリハイを打倒したボルナイの勢力は、おおよそ3つの勢力に分裂したものの、それとは別にオロチは南下して、大道付近に現れ、モーリハイの死によって統率者のいなくなった、モンゴル南部を遊牧地とした。 この時オロチュは、ガンエ永ト督トの徒ごちと行動を共にしており、その勢力は一万期であった。成果後から6年頃より、オロチュは、かつて追放されたオルドス地方に帰還し、オルドス地方を拠点して、明朝への侵攻を繰り返すようになった。一方、オルドス地方内では、漢人出身で、買い払おと称する有力者と明朝に対する方針をめぐって対立し、北方には、 オイラトブのウシュテムルという強力な敵を抱えるなど、オロチュの境遇は安定したものではなかった。後に、カイハラ王は後輩らは、オロチュとの対立を解消できず、明朝に投降することとなった。1470年秋には1万余りの軍勢を、用して南下し、明朝に進行したが、民軍の迎撃にあって大敗した。この時、オロチュもまた流れ屋に当たって負傷したという。 この敗戦を受けてか、翌月には、病に死者を派遣して、捕虜を返還し開墾の意志を伝えたいと伝えている。1470年末、モンゴル高原北方に居住していたボルフジノンは、南下して、イカダを作って、黄河を渡り、オルドス地方のオロチュの勢力と合流した。この時オロチュは、自らの娘シキルハトンを、ボルフジノンに目合わせたと推測されている。 ボルフジノンと同時期に、コムル方面出身のヨンシエブの首長、ベグイコールアルスラン大使もまた、オルドス地方に移住していた。当初、オロチュとベグイコールアルスラン、ボルフジノンは協力関係にあったもののやがて対立するようになり、ボルフジノンが、モンケ上将とオロチュを殺そうとしたため、これを知ったオロチュは、オルドス地方を離れざるを得なくなった。聖年冬には、 ベグイコールアルスラン大使は、オルドス地方を掌握し、かつてのオロチュと同様に、黄河の凍結を待って、明朝に侵攻するようになった。一方、オロチュの勢力の残党もまた、オルドス地方の外で健在であり、領州より明朝へ侵攻していた。翌制化8年中、ベグイコールアルスラン大使は元オロチュの敗下を併合していったが、オロチュ自身は未だ、 オルドス地方の外でベグイコールアルスラン大使への復讐を伺っていた。同年末までは、ベグイコールアルスラン大使がオロチュの攻撃を警戒していたという記録が残っており、オロチュは存命していたものと見られるが、これ以後のオロチュの動向は不明である。モンゴル年代記の一つ、猛虎源流では、オイラとのゴルウン民岸の沖で大部、モンゴルの原人のボライ大使、 サルトールのバヤンタイメルゲン、フンギラとのエセレーダイブラの手によって、エセンハーンの下より逃れたボルフジノンが、道中で、ウルートのオロチュ・ショシと出会い、そこで、オロチュ・ショシの娘シキル・ハトンを埋め取ったことが、記されている。ボルフジノンと、シキル・ハトンの間には、バトゥモン家が生まれ、バトゥモン家は、マンドフイ・ハトンと、ジャライルのフトク・ショシの娘スミル・ハトンを埋め取ったという。しかし、 アルタンとプチをはじめとする他の年代記では、バトゥモン家の母親と側室の父親について多くの異動があり、両者を逆にする記述、どちらも同一人物とする記述などが存在する。ありがとうございます。